まず一つ目はですね、ひばり結びという、まあ、簡単なやり方ですね。まあ、両端を、こう揃えたらですね、こちらの方ですね、このように持ってですね、2本指でこんな感じで持ってください。で、ここに輪っかができるので、この輪っかを下側にしてですね、くるっとやってですね、このように輪っかを作ってください。こんな感じでいいです。で、袋を留めたいというところで、こんな感じでね、空気をぎゅーっと抜いてからですね、で、そしたらここにですね、ここですね、ここをね、しっかりと押さえておいてください。で、ここからこの両方の出ている2本の紐ですね、これを裏側からくるっと回していきます。回していきます。で、回していくとこちら側に出てくるので、この紐を先ほどの輪っかの中に通します。このようにね、通していきます。で、ここから今度はこれを引いていきます。で、引いていくんですけど、こちら側が緩くなるので、こちら側をですね、少しね、このように締めます。こんな感じで締めます。ただ締めてもですね、ここがまだ緩くなるので、今度はですね、ここをですね、しっかりと引きます。ぎゅーっと引きます。ぎゅーっと引きます。はい、引きます。これで出来上がりです。さらにこれを外すときは、もう固くね、結んであるので、これを外す方法はこの2本の紐を手前側に持ってきます。で、そうするとこの輪っかですね、これが出てきますので、これを、手前側の方に引っ張ります。で、そうすると簡単に紐がね、このように抜くことができます。はい。はい、おはようございます。高山です。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、肥料の袋、梅土の袋でもいいんですけど、あのようなですね、袋をですね、封を開けた後ですね、こちらをですね、袋を閉じたいなと思ってもうまく閉じられないというふうな方向けにですね、簡単にですね、封を閉じる方法というのがあるので、この袋口のですね、まあ要は縛るやり方ですね。簡単に縛れて簡単にほどける、こういうやり方をですね、2点ほどお伝えしていきたいと思います。はい、まずはですね、このようにですね、例えば、これは種まき梅土というね、梅土が入っている袋ですね。で、全部使い切らなかった場合ですね、このように余ります。で、封が開いている状態だと、この中が乾燥してですね、この梅土がね、使うことができないんですね。もう一度湿らせたりとかですね、ちょっと手間がかかるので、やっぱりですね、ここをしっかりと封を止めたいですよね。で、今回はそのために、例えばね、紐をね、用意してください。まあそうですね、これは田舎ではね、よく使っている畳の、止める紐ですね。このようなものですね。まあ大体1メートルもあればですね、足ります。で、ロープでも問題ないですし、できるだけこういうね、太めのね、紐をですね、ちょっと用意をしてみてください。で、まあ中にはですね、ここにね、袋がですね、こう、封を切った時にですね、その封で留めるという方もいらっしゃると思うんですけど、このようにね、全部切ってしまったとかっていう経験もされてですね、どうしてもこういうところをね、留めなければいけないというね、そういうことがね、あると思うんですね。で、今回この2つほどですね、まあ簡単な留め方があるので、そちらをご紹介していきます。まず1つ目はですね、ひばり結びという、まあ簡単なやり方ですね。まあ両端を、こう揃えたらですね、こちらの方ですね、このように持ってですね、2本指でこんな感じで持ってください。で、ここに輪っかができるので、この輪っかを下側にしてですね、くるっとやってですね、このように輪っかを作ってください。このようにですね、こうですね。で、もう一回いきますね。このように半分に、折ったらですね、下側からこのように輪っかを通して、このように輪っかを作ってください。こんな感じでいいです。で、袋を留めたいというところで、
こんな感じでね、空気をぎゅーっと抜いてからですね、で、そしたらここにですね、ここですね、ここをね、しっかりと押さえておいてください。で、ここからこの両方の出ている2本の紐ですね、これを裏側からくるっと回していきます。回していきます。で、回していくとこちら側に出てくるので、この紐を先ほどの輪っかの中に通します。このようにね、通していきます。で、ここから今度はこれを引いていきます。で、引いていくんですけど、こちら側が緩くなるので、こちら側をですね、少しね、このように締めます。こんな感じで締めます。ただ締めてもですね、ここがまだ緩くなるので、今度はですね、ここをですね、しっかりと引きます。ギューと引きます。ギューと引きます。はい、引きます。これで出来上がりです。これでしっかりと、封ができた状態になります。こんな状態ですね。はい。で、これ、外すときはですね、紐をこちら側に引っ張りながらですね、この輪っかの方をですね、手前の方に引いてあげると簡単に外れます。このように簡単に外すことができます。もう一度やりますね。このように紐をですね、先端を揃えてこんな感じでね、やったらですね、この紐を輪っかを作って下側ですね、ここから紐を出してください。2本の紐で、こちら側にですね、輪っかを作ってください。こんな感じで輪っかを作ってくれれば結構です。こんな感じでね。で、そしたらこの袋を縛りたいところでこのように押さえます。ここで押さえたらですね、この2本の紐をくるっと回します。こちら側に回してもらって、この輪っかの中からこの紐をくぐらせます。そしたらあとはこれを引っ張ります。で、この状態だとまだ緩いので、ここに輪っかができている紐があります。この紐をしっかりとこのように引っ張って縛り付けます。ギューと引っ張ります。この紐を引っ張ります。ギューと。で、これで固定できます。はい、この状態ですね。しっかりとね、結んであります。これで、袋がね、中のものが出ることはありません。で、さらにこれを外すときはですね、もう固くね、結んであるので、これを外す方法はこの2本の紐を手前側に持ってきます。で、そうするとこの輪っかですね、これが出てきますので、これを、手前側の方に引っ張ります。で、そうすると簡単に紐がね、このように抜くことができます。これが一つ目の方法です。で、二つ目のね、やり方をお伝えしていきます。二つ目は同じようにですね、こちらの紐を輪っかを作ります。こちら側の手前側ですね、皆さんから見て手前側になる先端の方の紐を下からくぐらせます。下からくぐらせて、そしたらですね、先ほどと同じようにこのように持ちます。そしたらここでこちらの余った方の紐をですね、一周くぐらせて輪っかの下を通します。輪っかの下で、さらにもう一周させます。このようにもう一周させます。このように出てきた紐を今度はこちらの輪っかの中にくぐらせます。ここですね。で、くぐらせたらこのままあとは引っ張ります。ギューと。これだけです。はい、これでしっかりと縛れてます。もう取れることはないですね。簡単に取れることはありません。で、こちらも外すときはこの奥の紐を手前側に引っ張りながらこちらの輪っかを立てます。そうするとこのように簡単に抜くことができます。
で外れます。もう一回やります。このように紐の先端を揃えて置いたらですね、こちらの輪っかを下をくぐらせます。下ですね、こんな感じで下をくぐらせます。で止めたいところでこのようにこんな感じですね、こんな感じになってます。このこういう状態ですね。でここでしっかりと押さえておきます。で下側から出ているこの紐をですね、しっかりと後ろから巻いたらですね、このように前に出てくるんですけど、この輪っかの下側を通します。こちらですね、下側を通します。でさらにもう一周ですね、下側を通します。でこの先ほどぐるりと巻いた紐の先端ですね、こちらを輪っかの中にくぐらせます。このように。そしたらもう手を離してもらって大丈夫です。あとはくぐらした紐と、もともと持っていた紐の方ですね、こちらを引っ張ります。ギューと、はい、ギューと引っ張ります。これで出来上がりです。で外すときはぐるりと巻いていた方の紐ですね、こちらの紐を手前の方に引きます。そうすると輪っかがこのように浮きますから、ここからこのように外すことができます。で簡単に外すこともできます。はい、いかがだったでしょうか。まあ簡単なねやり方なので、多分大体の方がご存知だと思うんですけど、園芸を始められたばかりの方とかですね、紐の縛り方わからないなっていう方いらっしゃると思うんですね。あれだけ覚えておけばですね、簡単です。たった2種類だけですね。この2種類だけで、大概の、肥料の袋、梅土の袋、縛ることができます。よってですね、まあ中身の梅土とかですね、肥料とかですね、そういったものをビニールでしっかりと保護する、こういったことがねできるようになりますので、まあ縛り方をねちょっとね知りたかったっていう方はですね、ぜひ参考にしてみてください。